こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は英国初の女王のお話だ。エリザベスさん、それともメアリーさん、もしかしてここの女王のジェーンちゃんかしら。いや、彼女らが生きた時代よりも遥か昔、まだイギリスどころかイングランドすら確立していない頃の話だ。ちなみにここの女王については概要欄の動画を見てくれ。そんな昔なのね。ああ、愛する夫と娘に囲まれた幸せな暮らしをローマ帝国によって奪われ、復讐の鬼と化した伝説の女王の生き様を解くとご覧あれだぜ。さて今回の主人公となる伝説の女王の名前はブーディカだ。守ってみせるさ、この道の先に勝利あり、チャリオットオブブディカ。霊夢、急に叫ぶのはやめてくれ。今のは、FGO というスマホゲームに登場する、ブーディカの宝具だな。女戦士って感じでかっこいいのよ。実際のブーディカも、祖国のために戦う勇敢な戦士だったが、その生涯は、波乱万丈そのものだったんだぜ。それは気になるわね。まずは、ブーディカという人物についてだな。彼女は紀元前1世紀頃、現在のイギリス、東ブリタンニアのノーフォーク地域を治めていた、イケニ族の王プラスタブスの妃だ。その頃のブリテン島って、どんな感じだったの？いくつかの部族が争っていたようだぞ。そんなブリテン島に、西暦43年頃、ローマ軍が攻め込んできたんだ。ローマ軍はブリトン人の連合軍を打ち破って、ブリタンニアをローマの属州とした。ブーディカさんは、この戦いに関わっていたの？明確な資料が残っていないからわからないが、おそらく直接的な関わりはなかったと思うぞ。ちなみに、夫のプラスタブスは、時のローマ皇帝クラウディウスと同盟を結んで、彼の治める地域は独立した国として認められていたぜ。じゃあ割と関係は良好だったのね。そういうことだな。ブーディカは、夫のプラスタブスと、二人の娘に囲まれて幸せに暮らしていたんだ。すごく平和でいいじゃない。まあ、完全に平和ってわけではないけどな。西暦47年には、ローマ長官のプブリウス・オストリオス・スカプラが、ブリテン島諸部族の武装解除を、脅迫的に迫ってきたことがあったんだ。なんかプリプリした名前の人が迫ってきてどうなったの？反乱を起こして、返り討ちにしているぜ。それだけ国力があったんだ。国力もあって、愛する家族もいて、最強じゃない。ああ。だがその幸せは長くは続かなかった。状況が一変したのは、夫のプラスタブスが亡くなってからだ。彼は自分の亡き後で家族が路頭に迷わないように、方々に根回しをし、土地や財産などを、二人の娘が全て相続できるようにしていた。パパ有能すぎ。だが、現実は残酷なものだったぜ。プラスタブスが亡くなった後、ローマ帝国はイケニ族の土地や財産を取り上げたんだ。話が違うじゃない。実はローマ帝国と同盟国との間には、いくつかの取り決めがあって、その一つに、王の称号は本人のみ有効で、没後は消滅するというものがあった。つまり、完全な世襲制ではなかったってわけだ。でも、それをどうにかするために、プラスタブスさんが根回ししたんでしょ？ああ。だが、ローマ側は、そんなの知ったこっちゃないって感じだぜ。それから、ブーディカの身に降りかかった悲劇は、こんなもんじゃないんだ。ここから本番って感じかしら。その通りだ。当時のローマ総督だった、ガイウス・スエトニウス・パウリヌスは、自らに意見したブーディカを、鞭打ちの刑に処した。見せしめの意味もあったのかも。この時ローマ帝国が、ブーディカの鞭打ちだけで満足していれば、この後彼女が、復讐の鬼になることはなかっただろうな。ということは、余計なことをしたのね。ああ。夫に先立たれたブーディカにとって、自分の命よりも大切な宝物があった。二人の娘の存在だ。もしかして、ああ、そのもしかしてだぞ。ローマ帝国の男どもによって、二人の娘は強引に襲われたんだ。悪魔だわ。この出来事については、古代ローマを代表する歴史家のタキプスが記録しているぜ。同じ時代を生きたローマ側の人間の記録だから、信憑性は高いと思う。確かに、普通は都合悪かったらねじ曲げるもん。まあそんなこんなで、ブーディカはローマ帝国を、心の底から憎み、徹底的な復讐を決意するんだ。ああ、ブーディカさんが闇落ちしちゃう。ブーディカはまず、ブリテン島の近隣の部族と結託することから始めた。というのも、ローマ帝国に虐げられていたのは、ブーディカたちだけじゃなかったんだ。同志たちがいたのね。ブーディカらは手始めに、トリノバンテス族の首都奪還を計画。彼らの首都カムロブヌムは、現在で言うと、イングランド南東部にあるエセックスの都市コルチェスターのあたりだぜ。その当時のカムロブヌムは、どんな状況だったの？ローマの退役軍人によって都市化されていたぞ。ローマには退役兵の制度があって、退役した軍人は植民都市に住んで、現地の女性と結婚するという文化があるんだ。同化政策の一環ね。ああ。カムロブヌムは、退役軍人たちが先住民の資材と労働力を搾取して、都市化させたんだよ。
それで最初に奪還する場所に選ばれたわけか。ブーディカたちが、カムロブヌムを選んだ理由がもう一つあるぞ。カムロブヌムには、先代皇帝のクラウディウスを祀る神殿があったんだ。それはブリトン人としては許せないわ。というわけで、ブーディカら反乱軍の勢いは凄まじく、カムロブヌムの退役軍人たちを、次々に血祭りに上げていったぜ。そんな簡単に反乱できるの？まあ、この時のカムロブヌムは、かなり手薄だったからな。当時、総督だったガイウス・スエトニウス・パウリヌスは軍を率いて、ブリタンニアの抵抗勢力ドルイドが立てこもる要塞がある、北ウェールズのモナ島鎮圧に当たっていたんだ。ドルイドについては別の動画でも解説しているから、概要欄を見てくれだぜ。でも、警護兵くらいはいるでしょ？いたっちゃいたが、反乱を鎮圧するほどの数ではなかったそうだぞ。要するにブーディカたちを舐めてたんだよ。なるほどね。この時すでに復讐の鬼と化していたブーディカは、ローマの血を根絶やしにする勢いで、神殿に籠城していた生き残りに対しても一切の情けをかけることはなかった。それほどまでの憎悪に駆られていたんだろうな。カムロブヌムはわずか2日で陥落したんだ。でも憎しみは憎しみしか生まないわよ。霊夢の言う通りだ。退役軍人とはいえ、自国民を大量に失ったローマが黙っているわけもなく、すぐに報復が始まることになるぞ。言わんこっちゃない。クインツス・ペティッピウス・ケリアリス・カエシウス・ルフスが率いる、第9軍団ヒスパナが、カムロブヌムの奪回を試みたんだ。クインツス、今、登場人物5人くらい増えた？いや、クインツスからルフスまでが一人の名前だな。第9軍団ヒスパナは、反乱軍に歯が立たずに返り討ちを食らっているぜ。この情報は、スエトニウスにも伝わり、相当後悔したらしいぞ。スエトニウスさんというと、ブーディカさんを鞭打ちの刑にした男ね。後悔っていうのは、あんなことしなければよかったの後悔？いや、生かしておいたことへの後悔だぜ。そんな中でブーディカらの反乱軍は、次の標的をロンディニウムと決めて進軍を始めた。現在のロンドンね。当時のロンディニウムは、まだできて間もないとしながら、ローマの士官や、旅行者、行商人らで賑わっており、活気のある都市へと成長している最中だった。スエトニウスとしては、ロンディニウムは手放したくない都市だっただろうな。これは本気で防衛しに来そうだわ。スエトニウスは、約1万の兵を引き連れて防衛に当たった。だが、すぐに市街地での戦闘を避け、ロンディニウムを手放すことになるんだ。え、何があったの？反乱軍の数が異常だったんだぜ。明確な記録は残っていないが、ローマ軍の数倍から10倍くらいの数だったらしい。それは圧倒的だわ。ローマ側としては援軍呼んだりできなかったの？時代が時代だからな。LINE やインスタの DM で、援軍求むってできたらよかったかもしれないが、無線通信機すらない時代に、そう簡単に情報伝達はできないぜ。そう言われたらそうね。仮に、援軍要請が本国や近隣の部隊に伝わったとて、現場に向かうのにも時間がかかるしな。援軍は期待できないと判断したスエトニウスは、手持ちの兵力で反乱軍の鎮圧を目指したんだが、圧倒的な兵力差に立ち打ちできずに、ロンディニウムを手放したってわけだ。これは英断な気がするわ。市民を守ることも大切だもん。いや、この時点で市民の避難は完了していないぞ。正確に言うと、富裕層はすでにガリアへと逃亡していたが、それ以外の市民はまだロンディニウムにいた。ということは、市民を見捨てて逃げたってこと？これがまたそういうわけでもないんだ。一応避難の指示はしていたみたいで、避難を望む市民を難民として連れて行っているぜ。ただ、全員ってわけではないようだ。残った人もいたわけね。そういうことだ。まあ、それが自らの意思かどうかはわからないがな。ブーディカらの反乱軍は、逃げなかった市民を一人残らず手にかけ、ロンディニウムに火を放ったんだ。容赦なさすぎるわ。憎悪に取り憑かれたブーディカの復讐は、常軌を逸していたぜ。なんと、女性の胸を切り落とし、それを口の中に突っ込んだ後、糸で物理的にお口をチャックしたんだ。息ができなくなっちゃうじゃない。それが目的だからな。そんな異常とも言える方法で、ローマ人とローマに組みする、ブリトン人までも手にかけていった。さすがに怖すぎる。カムロブヌムとロンディニウムを攻略した反乱軍は、勢いそのままに、ウェルラミウムも攻略したんだ。ウェルラミウムは、現在のロンドンの北方、セントオールバンズのあたりにあった都市だな。反乱軍強すぎるわね。ここまでで犠牲者の数は、7万から8万人だと記録されているぜ。当時のブリテン島の人口が、300万人くらいらしいから、人口の 3% 弱が犠牲になったことになるな。さすがに持ってるでしょ。被害者数を盛るのはよくあることだから、なんとも言えないぜ。ちなみに、反乱軍は、敵とみなした相手を捕らえて奴隷にしたり、人身売買にかけたりすることは一切なく、命を奪うという一択だったそうだ。もう止められないのかしら。反乱軍は攻略した都市に関しても、次の拠点にすることなく、とにかく破壊の限りを尽くしたんだ。
なんかどっちが悪かわからなくなってきたわ。ここまでやられっぱなしのローマ軍だが、当然このまま逃げ続けるわけがない。反乱軍が都市の破壊に奔走している間に、集められるだけ兵を集めて反撃に転じるんだ。これは盛り上がってきたわね。スエトニウスは、ブリテン島の兵士を集め1万の軍隊を編成。反乱軍を迎え撃つ準備を整えたんだ。え、1万ってロンディニウムの時と同じじゃない。いや、さすがに同じ鉄は踏まないぞ。それにロンディニウムの時は、急遽のことで準備が足りなかったのもあるからな。それを踏まえて、傾向と対策を練ってから戦いを挑んだんだよ。それで形勢が変わるのかしら。霊夢よ、ローマの本気を舐めたらいけないぜ。彼らは数多くの実戦をこなして成長してきたんだ。時には敗戦も経験し、そこから学んで強くなっていった。そこまで言うなら、相当な自信があったのよね。一体どんな作戦で迎え撃つつもりだったの？スエトニウスは決戦の場所として、森と山峡によって狭められ、その先に開けた草原が広がる地を選んだ。その心は？強索な地形は、側面や背後から向けられる襲撃から守れるだろ？それだけで数的優位は削り取られるんだ。それから、平原は身を隠す場所がないから、標的を狙い放題ってわけだ。なるほど理解したわ。戦場の正確な位置は判明していないが、歴史家たちのほぼ一致した見解では、ロンディニウムとイロコニウムとの間にある、ワトリング街道らしい。よってこの戦いは、ワトリング街道の戦いと呼ばれているぜ。なんかかっこいい名前ね。ただ、ワトリングは、後にアングロサクソン人によって付けられたものだから、細かいことを言うと、時代錯誤になってしまうんだよ。ちっちゃいことは気にするな、それ。その先は口が裂けても言わないぞ。さて、決戦に先立って、両軍の将が兵士たちを鼓舞する演説を行っているんだ。栄養、的な？小学生じゃないんだぞ。ブーディカはローマの思い上がりと傲慢さからは、決して逃れられない。奴らは聖なるものを見つけてはそれを壊し、清らかなるものを見つけてはそれを汚すのです。勝利を得るか、さもなければ滅ぶか。私は一人の女としてこの選択に挑むのですとこぶ。くうかっこいい。一方のスエトニウスは、あの騒がしい万人どもなんか恐れるに足らない。あいつらは女の尻に敷かれた情けない連中なんだ。奴らは戦士なんかじゃない。証拠に、あの貧弱な武装を見てみろよ。俺たちの武器と着替えを見せつけて、やっつけてしまおうじゃないか。一段になるんだ。槍を投げて、前に進め。盾で奴らを撃ち、剣でとどめを刺せ。略奪は忘れろ。勝って、もっとたくさんの戦利品を得ようじゃないか。と戦術も含めて鼓舞しているぞ。こっちは嫌味冷静ね。そしていよいよ、ワトリング街道の戦いが始まる。この戦いはローマ軍1万に対して、反乱軍は20万人を超えていたそうだ。狭い道で、数の有利を消したとて補えるレベルじゃないわよ。当然、反乱軍の兵士もみんな、自分たちの勝利を確信していただろうな。圧倒的に数で勝る反乱軍は、ローマ軍に向かって突っ込んでいった。ローマ軍はどうしたの？待機だ。とにかく待機した。ギリギリまで反乱軍を引きつけてから、一斉に攻撃を開始したんだ。これも作戦ってことかしら？その通りだぜ。一人対応人数で戦えば反乱軍の圧勝だろうが、怠慢となると話は別だぜ。確かに、ローマ軍はちゃんとした軍人だもんね。ローマ軍の作戦によって、次々と味方が倒されていった反乱軍は、次第にパニックに陥り始めるんだ。反乱軍のパニックに乗じて、ローマ軍はとどめを刺しに来た。え、これ反乱軍の負けいべなの？そうだぜ。反乱軍にとどめを刺したのは、ローマ軍の用いたピルムという武器だ。名前はめっちゃ可愛いけど、一体どんな武器なの？ピルムは、全長2メートル近くある投げ槍で、貫通能力が高い上に、穂先が曲がりやすくなっているんだぜ。だから盾で防いだとしても、抜けなくなって盾が使い物にならなくなるんだ。武器が凶悪すぎる。反乱軍にとっては未知の武器であるピルムによって、彼らは機動力が削がれた状態で戦うか、盾を投げ捨てて戦うしかなかったんだ。圧倒的だったはずの戦力は、一人また一人と削られていき、反乱軍は大敗を喫してしまう。まさかの展開だったわ。この戦いでの反乱軍の犠牲者は、8万人を超えたそうだぞ。これも誇張の可能性が高いけどな。かなりの犠牲者が出たのは確かなのね。ああ。戦いに敗れたブーディカは、敵から逃れた先で毒を飲んで自ら命を絶ったとも、病気で亡くなって、手厚く埋葬されたとも言われているんだ。いずれにせよ、この戦いの後に亡くなっている。想像以上に怒涛の人生だったわ。ちなみに、ブーディカは亡くなる前に、スエトニウスにプレゼントを送っているぜ。そのプレゼントは、勝利して帰還したスエトニウスを、祝福するかのように届けられていた。なんか嫌な予感しかしないんだけど、帰還したスエトニウスを待ち受けていたのは、変わり果てた姿の奥さんだったんだ。反乱軍によって、胸を落とされた状態だったそうだぞ。
これに激怒したスエトニウスは、反乱軍の生き残りを徹底的に粛清したんだ。ああ、また憎しみが連鎖しちゃってる。だがその愚行を、当時の皇帝ネロは許さなかった。反乱の原因となったスエトニウスの責任を問い、ネロはスエトニウスを罷免したんだ。ネロってあの暴君ネロ？彼にそんな真っ当な判断できたのね。ブーディカの存在は、中世の頃は忘れられていたが、ルネサンスと共に再発見されたんだ。16世紀頃から人気が出始め、18世紀にはイギリスの国民的なヒロインとなったぜ。エリザベス女王人気の影響もあったのかしら。大いに影響していただろうな。さらにビクトリア女王の頃には、大英帝国の象徴となったんだ。21世紀に入ってからも、イギリスの最も偉大な人物の一人として、国民に愛されているぜ。国を守るために戦った伝説の女王だもんね。その目的が復讐だったとしても、ブーディカの生き様は偉大なものだったということだな。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価、スーパーサンクスでの応援をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。